膝上でいられる。そうそうそう。両方重い。今、顎を受ける練習するから、顎を持って、飛ばしながら、そしたら、そう。で、これ やってしまうのいいの。ボールに対してこのグリップってこうやってこれをグッと当てに行くとそこからグーッと打った時にバットが落ちるんですよ。で蹴りも蹴るところに投げて膝で出る。で膝から行くとちょうどここまで行った時にあとは遅れて膝から先に
だけど、ぐっと軸足を開いて、そのままスッと前に。ジャブジャブしてる。違うんだね、これ。ジャブジャブしてる。